皆さんこんにちは、ガイナーリ鳥取26番鈴井ルトです。ぶっちゃけトーク2021やっていきます。じゃあ行きましょう。じゃあ原田選手に質問を聞いていきたいと思います。お願いします。原田選手は写真とか見るといつも端の方にいるような気がしますが、練習でもそうなのでしょうか、という質問が来てますが、いつも端っこにいるんですか？いやいや全然です。でもいつも端の方にいるような気がしますって書いてあるんですけど勘違いじゃないですか、ね、あえて端っこに。いやいや全然そんなことはないです。杉井選手はどんな俺いやそんな気しないよね。いう気はしないけど、でもサポーターの方がよく見てるから。それは練習中も隅っこに行って、あーでも確かに隅っこ行ってなんか結構文句言ってんな。あ隠れて、うん、杉井です。そんな感じっすわ。じゃあ、まあ、これは間違いではないってことですね、はい、じゃあ自然と自然とじゃあ避けるように隅っこに自然と目立ちたくないっていうもう一個あるんです、原田選手に、はい、試合を見に行った時に原田選手が周りから変わったニックネームで呼ばれていた気がしたんですが、何と呼ばれていますか？ニコ。またその由来を教えてください。ニコ何て呼ばれてますか？まずニコです。ニコ、なんでニコって。いや、なんでニコ。リキさんが、はい、コウキ君いるじゃないですか。はい、石井コウキ選手かぶるから、はい、なんかニコって呼んでいいみたいな。なんかどっかの国なのかな、外国のどっかでなんか俺の漢字の虹っていうのがなんかニコっていうらしいみたいな。初めて知った。それを急に言われてニコになりました。普段俺はコウキって呼んでます。ゆうし君とかなんかニコって呼ぶの恥ずかしいとか言って。恥ずかしい。いやでも俺も最初恥ずかしかったよ。なんか恥ずかしいわっつって全然呼んでくれないですけど気に入ってます。もう慣れました。でもニコ。じゃあサポーターの皆さん、ニコって呼んであげてください。ニコで。じゃあ次は杉井選手に質問です。はい、お願いします。ジョンソン監督は人として指導者としてどんな人ですかっていう質問。おー、いいですね。大事だなこれ。大事な質問が来てるんですけど、これ杉井にかかってんな。ジョンソンさんは人としては穏やか、ない穏やかで、ねが何でも言えるぞ、マイペース、面白い、変わってる出てくるな、どんどん出てるっていう感じかな。監督としては、まあ、どの監督もそうだけどこだわりがめっちゃ強いかなっていうのはすごい思います。例えば、まあ、縦に早くっていうか、奪ったボールを縦につけろっていうの、まあ、ベンチから叫んでるのサポーターの皆さんも知ってると思いますけど、はい、つけろ言われるんで、まあ、そういう監督です。原田バカにしてます。してないです。ジョンソンさん見てくださいねお願いします。次谷尾選手に、まあ、これ質問っていうかなんかあれですね、やってほしいことみたいな、一発ギャグが見たいですって書いてあるんですけど、どうですか？すっごい無茶ぶりが。一発ギャグですか？仕方ないっすね。じゃあもう見てますでも。やっていいですか？お願いします。絶対黒いもの持った方がいい。バーミヤン。能力のところを伝えるの。ありがとうございます。バーミヤンっぽい。今日鳥取バーミヤンないの？ないの？ないんすよね。わかんないかもしれないです皆さん。じゃあビッグボーイもやってみてよ。ビッグボーイ。ビッグボーイやったらいい。じゃあビッグボーイちょっと。じゃあビッグボーイやってみて。即興でビッグボーイやってみましょう。行きまーす。ビッグボーイ。どうも勢いでやりました。じゃあ海さん、キャプテンに質問したいと思います。最近見た夢を教えてくださいということなんですけど。夢とか見ます？最近、うん、毎日見てます。どんな夢か教えてもらっていいですか？これ言ってよ。大久保優が競馬で大勝ちしてる夢大久保優が競馬で大当たりの夢。いや、なんか優がこう携帯見ながら取ったみたいな。どんくらいって言ったら1000円で30万になったっていう夢すごいなんか独特な夢を見てますね。他にはあります？基本的に朝まで覚えてるけど、なんか夜、あ、じゃあもうすぐ忘れちゃう夢が多い。覚えてるな。最近はそれぐらいしかだそうですじゃあ次は長嶋選手と石川選手に質問したいと思います。スタジアムに入る時のバスの座席はどのように決めてますか？分からへんけど、俺結構バス酔いするから前の方乗ってるから、割と後ろちょっと分からへん。
後ろなんか年功序列みたいな感じちょっと若干 なってる感じあるよね。そうだから一番後ろの方はちょっと開けといて、俺その前ぐらいに適当にランダムに座ってる。なんか別に決めてるわけじゃないけど、なんか勝手に、そう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 、まあ先輩何人かいるしこれぐらいは開けとこうかなっていうので後ろ何席か開けといて、そこら辺から座って、あとはもうランダムに、まあじゃあ後ろから年上がバーって前になるにつれて若手になるみたいな感じですか、うん、でもなんかさ、あの途中にさ、非常口でちょっとでかい あるっすね、 あそこ座ってる人見るとなんか、ああ、あの人が座ってんねやと思うからなんか、あとカニちゃんちょっと前座ってんだよ。あ、確かに、うん、そこなんか俺なんてか聞いてみたいわ、なんかそれバス酔いとか、バス酔いすんじゃん、バス酔いすんのかなみたいな。一番後ろはケンゴさんとタックン、タックスだよね。そうっす、そこも定着っすね、うん、そこまで行ったことない。え、その一番広いとこは誰が座ってます？広いとこ、なんかバスに一回座ったくない？いや俺一回見て、うわあそこ座ってるわと思って。バスによってそれは違うよな。確かに、なんかバスによってそれは違うから、多分、うん、俺が見た時だけ。まあ、たまたまってたまたま、そうそう、たま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 だそうです。じゃあ次は田尻選手に質問したいと思います、はいはい、アクスタもチュスタもゴール裏がめちゃくちゃ近いですが、どんな風に感じますか？どんな風に、サポーターとの距離がすごい近いじゃないですか。近いね。あのね、正直な話、まあ、やっぱ応援が今ないからちょっと寂しいけど、逆を言うと、あ、この人イライラしてんなとかっていうのがすごい聞いてて面白いなっていうの、あ、まあ、めっちゃあるな。その声が聞こえない分ちょっとボソッ、そうそう、ボソッと小さい音、あのボール取られた時にあーとかっていうのとかそういうのも聞こえるし、まあでも逆にあのいいプレーした時のナイスとかっていう声も聞こえるから、なんかそこはすごい楽しいなっていうのを思うね。じゃあ応援ある時はどんな感じだったの？応援ある時は、まあ、近いし頼もしいというか、アクシスもチェスタもサッカー専用やし、はい、ガンバの23で来た時もその時はまあアクシスやったけど、そのガイナーレのサポーターの応援っていうのはなんかすごい力強いなっていうのを感じてたから、なんかもっと早く応援してほしいなっていうのがあります。なるほど、はい、はい、じゃあ次は糸原選手に質問していきたいと思います、はい、皆さん仲いいとは思いますが、特にこのペアは仲いいとか、よくご飯行くとかありますか？原田、杉井ペア、あとせせさかなさん、石井浩輝くん、おー、そう、なんか一緒にいるイメージから、あと、飯行ってるか分からんけど、ゆうしくんと石川大地くんもうロッカーだったらめっちゃ喋ってる。俺こん、ね、さっき一緒に質問しました。あ、そうなの。じゃあ、井川原選手は？僕はやっぱヒロト。自分らしいです。一回飯来たじゃん、家に。うん、行かせてもらいました。もうマジで、なんか、気楽やったもんな。なんか、少なからず仲いいっつっても気使うけど、こいつはマジで気使わないっす。らしいです。こいつっすね、楽っすね、めちゃくちゃ。らしいです。秋山選手に来てもらいました。じゃあ質問します、はい、今までで一番きつかった練習は何ですか？今までってその何？サッカー人生？ガイナーレ？じゃあサッカー人生とガイナーレ来てから、じゃあまずサッカー人生でお願いします。サッカー人生で一番きつかった練習、高校生の頃の走りかな。どんな走りだった？グラウンドを2周を2分10秒で走って、2分10で2周走って1分30で1周を6セット。バカきつくないですかそれ。え、もうレストじゃなくないですか？レストない。1分30がレストみたいな感じだけど、レストじゃないっていう。え、それあれ4、切ってないですか？あの角。角切ってない。うわ、きつ？合計だから、18周。うわ、それはもうほぼ休みなしで。休み。ほぼっていうのも休みなしで。それきついな。それが今までで一番かな。じゃあガイナーレ来てから、一番きつかった練習はどんな練習ですか？この間の2ブレンのフィジカルでしょ。みんなそれ言うと思います、マジで間違いないです。あと筋トレしてからの足パンパンの状態からの走りもう覚えてませんその4日間で1日目もやったし、そうそうそう、2日目も筋トレとか全部やって、最終日の3000でも蓄積からの3000がマジできつかったっすね。あれ乗り越えた時は半端なかったですけど、なんかすごい達成感だな。達成感半端なかった、強くなった気がしました。これからもありそうですね、はい、これからもちょっと頑張りましょう頑張りましょう。
田口選手、石田選手に来てもらいました。じゃあ、質問します。はい、お願いします。じゃあ、田口選手から。はい。毎回ゴールパフォーマンスを考えていますか？後半戦ゴール量産してたくさんのゴールパフォーマンスが見たいですということなんですけど、考えてるんですか？毎回、毎試合。そうですね、結構考えてはいるんですけど、ユースケともやろうって言ってるのが、はい、なんか今までで3個ぐらいあったんですけど、まあ、僕が点取ってないからできないのと、もうこの前ユースケこっちに寄ってきてくれたんですけど忘れてました。ちょっと今やってる、持っときますか今。じゃあ、でも、やっちゃいます。でも、もうやらないです、これは。ああ、じゃあまあ、一応予定だったやつをちょっと見たいな。お、じゃあまず、ゆうやが点決めて、決めます。よっしゃー、お、決めた。ちゃうやん、ちゃうやん。ちゃうやん。いきます。なるほど、これやめとこうか。これはやめておいていきましょうか。よかったかもしれないですね、これ選んでよかった、やらなくてよかったです。じゃあまあ、残りの考えてるやつは後半戦の期待ということで、はいはい、何回します？10回ぐらいできるように。できる、できる。じゃあ皆さんも楽しみにしておいてください、はい、じゃあ次は2人に質問があります。お二人はとても仲がいいですが、お互いの短所とか直してほしいところみたいなのありますか？ゆうすけの短所は、短所っていうかもう立場が逆転してるっていうか、お疲れ様ですって俺が言って、あ、お疲れ言うやん。あの、先輩後輩がもう逆転してみたいなことですか？そこは逆転 してますね、実際逆転はしてます。ちゃんとあのしてるところはしてるんですよ。そうです、プライベートはちゃんとしてるところはちゃんと。逆にそういうのない方が接しやすいんで、あとデコピンしてくるぐらいですかね。めっちゃ痛いです。なんかこの間の広島のバスの帰りとかもなんかイチャイチャしてましたけど、あれはどういうことなんですか？ちょっとうるさいなと思いながら。あれは見てましたけど。あれは、ゆうや、あ、お疲れ様です。あれはちょっとゆうやくんがかまっちょなんで、まあ、僕がかまってあげてるからなっていうくらいです感じですかね。じゃあまあ石田選手のが田口選手に直してほしいとかはないんですか？ないっすよ、完璧です。田口選手はこういうところ言っとかないともう言えなくなるんですけど、はい、あります。はい、どうぞ。少し、はい、口が悪い。少し口が悪いです。でもいいところです。もう今逆転しますから、何言ってもこいつの方が強いんだよ。こいつあれなんですか？言って空手？空手自分やってて一応全国3位です。え、空手とかって見れるんですか今？型的なやつ。あー、ちょっとそれはまだ試合行こうでお願いします。試合行こう、はい、あ、まあこの間阿波踊りしてた、はい、じゃあ次は空手の型。空手の型で。お、これ楽しいやな、はい、勝って。まあでも何しても勝てないんで、ちょ口で、口だけは勝つみたいな、はい、でもそれを力でねじ伏せられてます。まあ2人の仲の良さが分かりましたね。はい、はい、すいません、ちょっと1個だけ。はい、はい、この T シャツ、サッカージャンキーとルドッサのコラボでキー9で田口9番ってことで入ってるんで、ぜひ皆さん買ってください。